プル。まあ夏バテも大変で、もう暑くなってきてめんどくせえな、料理作るのめんどくさいなって思う方、角煮作るのめんどくさいですよね。1時間も待ってらんないですよね。ということでこちらです、香味ペースト。こちらでタイトルにもある通り、3800キロカロリー、巨大角煮チャーシューとろける黄金チャーハン、これを作っていきたいと思います。きた、一般成人男性のだいたい 1.5 日分ですね。頑張ろうということでですね、私はまだ平均身長にも達していないので、まあ、約2倍ということで、とりあえずまあ早速作っていきたいと思います。皆さんにまずご覧いただきたいのが俺ですね。俺、嘘嘘、こういう風にね、もう材料は作っております。これですね、ちょっと水を少なめに炊いたチャーハンに適している固めのご飯、これと黄金チャーハンということで卵をですね、3つしかないんですけど、これはもう角煮用に作っておいた、事前にね3時間弱火で下茹で。この音聞こえますか？待ってまいりました。やっぱこのね、ジューっていう音をシズル音っていうらしいんですけど、たまんない。十分にね、こういう風に油も出てきたところでひっくり返していきたいと思います。いきます。ダメです。ポーリンラブ、見ていって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 見て、待って、俺の顔面見ていって。そうそう、外側めちゃくちゃカリカリになっております。表面焼けております。熱い。なおかつね、予想以上にラードも溜まってきております。これをね、大さじ2分のラードを今回はね使っていきたいと思いますので、プル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 、はい、このようにね、2匹の豚が出てきました。2尾ですね、2尾。またたび、いや、それナルトの美獣。こちらの焼かれた、もうこの時点でチャーシューでございます。焼き豚と書いてチャーシューですね。これもう1本はチャーシューにします。これ1本だけだよ。1本どう？1本、あ、1本どうって言っちゃった。あ、1本どうって言っちゃった。絶対みんなググらないでね、特にあの淑女の方々は。まあ野郎どもはもうどんどん1本どうって調べてくれ。はい、ということでこれをタレをイン、煮絡めるみたいな、このようにサックサクなんです。はい、もうこの時点で食べても十分美味しいんですけど、これを今回はチャーハンの具材ゴロッとチャーシューいきたいと思います。いや、たまりませんな、これですよ、これ。ちょっとだけ、めちゃくちゃなんか美味しそうだから、少しだけつまみ食いしたっていいじゃないか。マキシマムドライブ、ほら、やばいんですけど。カメハメハじゃなくていただきでいきたいと思います。きさー。やばい、もうこれチャーハン作るってレベルじゃねえぞ。本当はさ、チャーハンに入れるチャーシューの具材は赤身が多い方がいいんだけど、もうこれなんてほとんどもう脂身だからさ、酢も入ってるんですよ、このタレには。甘酢ダレなんで、酢を加熱することによって酢の角が取れて、さっぱりとしてもまろやかな美味しい感じになるので、こちらもちょっとつまみ食いしていきたいと思います。いただきます。はい、もうこの時点で言うよ。卵を割っていきたいと思います。なんとこちらソーセージなんですよね。片手割りむずくない？あ、ダメです、混ぜる。はい、ということでこういう感じで卵もいい感じに混ざり込みましたので、交互にいきます。3、2、1、バッカーれば。背景プロタン様、本当はチャーハンって粘り気のないパッサパサなチャーハンの方がパラパラになりやすいからさ、もし皆さんが時が凍ってて米がパサパサ、もし万が一そうなった時には、時間が経ってちょっとパサパサなご飯になっちゃった時は、ぜひあのチャーハンに使ってみるといいと思います。チャーハンとは相性バッチリだと思います。米一粒一粒がパラパラになるので。はい、ということで平成の市町村合併のごとく合体させていきたいと思います。これをね、混ぜ込みます。もうこれただの卵かけご飯です、この時点では。これを焼きます。これをもう一気にやります。時間がかかってはもうしょうがないですからね。そのために皆さん、を事前に調味料類は準備しておいてください。あとはイメージトレーニング、それだけで OK です。はい、行きましょう皆さん。ネギの油とニンニクの油を油に移す感じ。ネギの香りな。うわ、すっげえ、やば。は？ニンニクとネギの香りがやばいんです。味の素、香味ペースト。本日の味付けはこれ1本。味の素、香味ペーストを、これはどれぐらいかな？おそらく、大さじ1杯分ぐらいですね。はい。よっ、いきます。もうこの卵かけご飯、いきます。いけじー。マックス強火でいきます。あー、落ちたー。はい、コキッ、今のところ特別に失敗はしてない。シュシュ、ニーハオ、
サンシャイン、あ、サンシャインじゃない、サンシャインはスネークテレブさんだ。なで肌を少し開眼させて醤油を垂らします。焦がし醤油を作る。もう一回火つけて、ま、ジュージュー出来上がった。この時点を混ぜます。ちょっともうパラパラしてきたよ。すごい平成の踊りかって。それもパラパラ。これでおおむね完成しましたので、最後に香り付けのごま油、これを少々垂らします。あ、すごい、またごまの香りがしてきた。コメントでめちゃくちゃ煽られるんだけど、俺がフライパン煽れてないからかな。慣れてないことやんのやんの。思ってる60倍ぐらい。完成です。ゴロッとチャーシューの黄金チャーハンです。見て、おこげ完成しております。もうこれ最高じゃない。じゃん、焼き豚も完成されております。いや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 、こうしてこうやりたいと思います。まあこういう風にね、台所に落ちてるやつはね、食べても構いません。お、見て、チャーシューだ。これは食べないわけにはいかん。あ、もう最高、もう勝ちです。もう今日これでいいや。じゃーん、完成しました。豚の甘酢角煮と黄金のチャーハンでございます。アルミ、先ほどのチャーハンこうなっております。いきます。はい、いやー、すっごく美味しそう。チャーシューのタレをいきます。もうダメですね、これ。罪です。なので、ネギをパラリパラリ、パラリラパラリ。完璧っすわ。ほんと完璧だね。冷凍庫にキンキンに冷えてやがった。ブラス。はいはい、三品茶、いきまーす。これがないと始まらないんですよ。チャーハンって結局、中国伝来したものでしょ。で、ジャスミンティー、ハイサイ三品茶は中国なので、とりあえず沖縄ハイサイ。たた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 なー、もう表面張力92点。ミ、羊、サル、イ、ウマ、トラ、カトン、豪華級の術、これがいけるんです。ということでいただきます。プル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 、ガチャ、プルプルのプルミエール足をいただいていきたいと思います。あ、ちょっとその前にカリ、最高、最高だよ、本当に。ダメです、プルプルな確認をいただきます。あー、これはやばいです。割とレベルの高い、俺がいつも出しているレシピ動画をオールウェイズ超えてくる確認をオールウェイズ出してくれる。めちゃくちゃ美味しい。え、やば、やっぱね、俺これみんなに伝えたい確認の煮汁。俺一番レシピとかいろいろ発信してるんだけど、今のが一番合う。これ何にしたかっていうと、砂糖の量と酢の量を一緒にして醤油と酒と水で煮込んだんですよ。やっぱね、甘酢だれが一番ご飯に合う。ということで、本日は白米ではございませんが、チャーシャン、チャーシャン、チャーハンいただきたいと思います。いきますよ。ジョジョ第5部並みの黄金発揮しているチャーハン、あって言っちゃった。よだれがたまらんって。いただきます。やばいです。俺が一番今まで冷凍チャーハンしか食べてこなかった中で一番美味しいなって思ってたのは日冷のチャーハンなんです。で、今回味付けを味の素の香味ペーストにしたんです。一生企業案件来ません。でも美味しい。香味ペーストってあれ一本で何でもできるっていうコンセプトの商品だと思うんですけど、ほんまその通りやで、ほんまその通りやで。ごめんなさい、西関西弁で失礼いたしました。でも見て、コロッとしたチャーシューですね。昔日清カップヌードルの CM でコロチャーっていうのが流行りましたね。こんな感じ。ロボ、こういう感じでさ、飾り用の青ネギもさ、たっぷりと含ませてさ、いきますよ。やばいね、すっげえ青臭いネギだ。お前、ネギの香りの表現を青臭いっていうのやめ。青みさいが俺のことでした。え、めっちゃ美味しい。香味油作ったじゃないですか。最初の豚の油に白ネギとニンニクを単独で炒めたじゃないですか。その結果、香味油が完成したんですよ。そこに生の青ネギを加えたことによって、口の中、広瀬香美さんです。こんにちは。めちゃくちゃゲレンデが溶けてる。
3時間下茹でをじっくりコトコトやって肉と対面してたんですけど、そのおかげである程度表面をカリッと高温で焼いてもバッチグレート。うん、おいしい。チャーハンとチャーシュー一緒に食べたんですけど、死ぬほどうまいっす。割とレベルの高いチャーハンと割とレベルの高い角煮、これを一世風靡させるとどうなるか、学生の皆さん今年の自由研究のテーマとして使ってください。いきます。たっぷりとこういきますよ。あ、これ乗せてチャー角。あのさ、下ネタでも何でも喘ぎ声でも何でもないけど、あんかけチャーシューってあるでしょ。あんかけチャーハンか、めちゃくちゃ美味しい。やばい。すっごい美味しい。うおー、うーん。アニアンさん、お帰りなさい。ということでネギ追加。ドラえもんとクレヨンしんちゃん、どっち派ですか？俺ドラえもん派だった。なんでかっていうと、ドラえもんクレヨンしんちゃんのあのムーブメントってさ、めちゃくちゃ楽しかったさ。よっしゃ、これから土曜日入りますわ、花金開幕ですわ、これのスタートが夜7時だったさ。入りたての時って何でもそうなんだけど、やっぱね、旅行もなんだかんだで計画してる時と飛行機を待ってる時、初めが肝心じゃないですか。時間帯ってところもあって、やっぱドラえもんが好きでした。ちなみに私が一番好きなクレヨンしんちゃんの映画は、超嵐を呼ぶ金ポコの勇者です。おい、伸びた。ドラえもんでいい思い出が一つあるんですけど、小学生の頃、俺今年25歳の1990年式の人類なんですけど、小学校でドラえもん募金のチョコビ、コアラのマーチンみたいな箱で作れる貯金箱あったでしょ。であれドラえもん募金みたいな感じであったと思うんですけど、それ何に使いました？ドラえもん募金の人。最低だな、本当に。まあいい慈善活動に使ってくれたんでしょう。ん、もう甘酢チャーハンも美味しいわ。なぜならチャーハンが美味しいから。もうやばい。おい、そこのミナノ州。今、よくよく考えたら、チャーハンえぐい。うますぎんか。うん、うん、ごめん。やっと、ちょっと言いたい。このスプーン、でかすぎ。ビッグマウスと真反対にいるスモールマウスの俺にとってはさ、横幅、ワイドが全然足りないわけ。さじ変えましょうね。少年よ、確認をだけ。今日空いてんのね。確認いいじゃないか、今日ぐらい。まあ、AV でしか見たことなかった。そんなことやったことも見たこともない。DMM の企画だったかな。ラグジュ TV っていうあのアダルト企画がある。お前、何言ってるわ、マジで。ということで、チャーハンうまい。幸せ。一応、ちなみにですけど、この動画は私の視聴者である田中さんのスーパーチャット1000円いただきました。こちらの提供でお送りさせていただきます。食費に使わせていただきます。めっちゃ嬉しかったよ。まあ、この番組は田中さんの提供でお送りします。てってってて。さっさと食べろっていうのが皆さんのコメントの意思ですよね。わかりました。さすがに食べます。いただきます。うまい。美味しいものを自分で作って食べれるって最高くないか。ダメです、本当に。ブル。甘い。脂がうますぎる。実は俺このブラバラ肉は沖縄県産のパイナップルポークっていうブランドを使ってるんですけど、脂が甘かったです。本当にやばい。パイナップルポーク。死にうまい。うん、油の宝石箱、本当それ。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる、探せ、この世の全てをそこに置いてきた。世はまさに大確認時代。デレッテンありったけの豚バラを死にに込んで、いただきます。うまい。やばい。今思いついたんだけど、沖縄の豚の角煮ってさ、よくラフテーって言うじゃないですか。ワンピースの最後の島ってラフテルじゃないですか。ラフテー作る、ラフテル、ラフテルがここにあったんですよね。最高ですね。これ YouTube、 ワンピース考察系 YouTuber もいけるかもしれない。あのラフテル角煮説なんちゃってね。今これを見てるおだっち、冷や汗かいてるんじゃない？バレてるみたいなね。
とりあえずもうネギ全増し。今の音大っ嫌い。前を仕切ってるね、この甘酢ダレともうチャーハンを合体いきます。ここからはラストスパートです。いきましょう。確認増し増し全増し。ラフテーの皮はプルプル食感です。豚バラ肉ってなんか日本では一般的に皮を剥いで赤身、おわ、脂身の2択しか用意されてないらしいんですけど、ここに皮が加わると皮、脂身、赤身っていう3択の選択肢が生まれるんですよね。その結果ね、皮はプルッとしてて、脂身はトロッとしてて、赤身はホロッとしてる、プルトロホロの三段活用。これ現代文で出ますんで、以降お見知りおき。どれぐらいプルプルですか？死にプルプル。鶏皮とは違う。鶏皮って多分どこまで煮込んでもプルプルではない。なんかぷよプルプルっていうか グニョグニョって感じにならん。もうそのレベルじゃない。舌の上でとろけるってこういうことなんだって多分荒垣結衣さんも同じこと言ってると思う。メルティーキスの CM でね。ああ最高。おいしい。でこの崩れたね角煮あるでしょ。もうこれをね、誰の視線も気にしないでください。現時点で誰もどうせ見てないので、まあ、普通にカーテン開けてるんで、あのお隣さんと目めっちゃ合うんですけど、うん、コラボしたい YouTuber ですか？いっぱいいますよ。見つからなかった見つからなかった。今確変タイムが起きました。びっくりするぐらいこれぐらいでっかいチャーシューが当たりました。最高。キュインキュインキュイン今豚の皮が最後に残ってたやつなんですけど、豚の皮最後に残ってたやつをチャーハンと一緒に食べたんですけど、死ぬほどうまかったやばかった。もいや、チャーハンは自分で作っても美味しいな。ラストでチャーハン作ったさ、そのおかげでコクがすごいです。正直違い分からんけど、でもとりあえずね、やっぱ豚から出た油でチャーハンを作ると。自給自足ってこういうことですか。うん、おじゃる丸のパートナーの電ボの2食分ぐらいはあるであろうチャーハンいただきます。おいしい。もうちょっとだ、もうちょっとで完走だ。マラソン選手の川内選手のラストスパートばりのチャーハンだ。いきます。じゃあジャンプの黄金期を支えたボーボーの最終回のごとく華々しくラストを迎えます。いや、ほぼ打ち切りみたいな感じ。うーん、うん、あー、尻うまかった。はい、皆さん行きましょう。最後です。ごちそうさまでした。こっち、サビさん、気持ちいい。ということで、次回の放送までに皆さんは、カトン豪華級の術のイン組めるようになってくださいね。はい。こんにちは。これですね。